おはようございます。星野瑠璃です。2021年中山記念の予想ということで、伝統のある G2 の中山記念も、今年は少し小粒なメンバーとなってしまいました。海老名騎手の最後の重賞レースとなるんですが、12レースに騎乗がありませんので、中山記念が最後の騎乗レースとなります。そんな中山記念のデータを紹介していくんですが、今年の出走馬は例年と違って、まずマイル路線からの馬が少なくなっています。近年の中山記念というのはマイルチャンピオンシップ組が強かったんですが、今年はマイルチャンピオンシップ組が阪急杯の方に行ってしまっていて、中山記念には一頭も出走してきませんでした。あとは前走 G1 連対馬なども好成績だったんですが、今年は前走 G1 出走馬自体が一頭しかいないというメンバー構成になっています。マイル組がいなくってG1 組がいないとなると、普通に考えれば落ち着く可能性が高いので、そんなことを考慮して、事前に考慮しながら、データを紹介していきたいなと思います。ということで、まずはデータその1、 1800m 重賞勝ち馬。1800m の重賞を勝っている馬というのが毎年馬券に絡んできています。で、今年の該当馬はチャレンジカップを勝っているマイネルハニー、あとはラジオ日経賞を勝っているバビットの計2頭となっております。で、続いてデータその2、前走重賞連対馬。過去10年中8年で前走重賞連対馬が馬券に絡んできています。で、今年の該当馬はケイデンスコールとヒシグスアイの計2頭となっております。で、今年のデータはここまでで、ここからはまとめに入っていきたいと思います。関西の競馬場は京都競馬場の改修の影響がありまして、中京や阪神が例年より開催が多くなっています。そしてその影響で芝がボロボロにならないようにと、例年以上にその固めている傾向があります。しかし関東の競馬場というのは影響が全然なくって、オリンピックの影響というのもないので、例年通りと考えればいいかなと思います。で、この時期の中山開催は開幕週から差しが決まる傾向というのがあるんですが、中山記念はレベルが高いということもあってか、中段より前にいないと馬券に絡むというのが難しい、厳しくなっています。で、今週も天気は晴れ予報となってますので、前有利というのを想定した予想をしていきたいと思います。ということで、私の本命は8番のヒシグサイにしたいと思います。前走は昇級初戦の中山記念を快勝しました。で、成績を見て分かる通り中山が得意な馬となっていて、6戦していて6戦中5連対しています。で、唯一馬券外だったのはスプリングステークスとなっておりまして、0.2 秒差なので、そのことを考えても中山が得意ということが分かります。中山重賞は中山が得意な馬がどの重賞でも好走する
というケースがすごく多くなっていて、中山記念もウィンブライトや中山ナイトなどの、まあ、中山が得意な子たちが、まあ、構想することが多いですので、ひしぐす愛も、まあ、中山金牌を勝った勢いでここは構想してくれるかなと思っています。で、今回は1800m になるんですが、中山記念、中山金牌はスローペースだったとはいえ、道中は少し力んでいるような感じがしていましたので、距離短縮というのはこの馬にとってはプラスに働くと思います。で、筋量も2キロ増えて56キロということならば、まあ、背負い慣れてる筋量ですし、ここは問題ないかなと思います。そして2番手に挙げたいのが7番のバビット。と、当選スーリアとパンサラッサとウインクシードも、まあ、逃げるというような可能性があるんですが、まあ、おそらく私の予想では、まあ、バビットが短期でいけるかなと思っております。で、内田騎手が行ってくれれば、まあ、他の騎手は無理に競りかけるようなことは、まあ、ないでしょうから、先行馬が揃っていても、まあ、ペースは落ち着きそうかなという感じがしています。ここ2戦は G1 でレベルが高かったので、今回のメンバー相手なら勝てる可能性というのはかなり高いと見ています。で、中山記念は4歳馬が強いレースでもあって、過去10年で13頭も4歳馬が馬券に絡んでいます。今年はバビットも含めて4歳馬は2頭出走していますが、過去に馬券に絡んだ4歳馬と比べると、まあ、格落ち感というのはあるんですが、フェブラリーステークスで唯一の4歳馬のカフェファラオが、まあ、勝ちましたし、ここは格よりも若さに期待していきたいと思います。で、以下は1番の当選スーリア、6番のフランツ、9番のサンアップルトン、10番のゴーフォーザサミット、11番のクラージュゲリエ、13番のウィンクシードまでということで、買い目なんですが、馬連で7番のバビットと8番のシシグスアイから1番の当選スーリア、10番のゴーフォーザサミット、13番のウィンクシードに流します。で、3連複はバビットとヒシグスアイの2等軸で買いたいと思っておりますので、馬連で7番と8番から相手が1、7、10、13の7点、あと3連複の2等軸流しで7番と8番から相手が1、6、9、10、11、13の6点、まあ、このあたりを資金配分して買おうかなと思っております。また当日の傾向、パドックの状態、馬体重の増減やオッズなどを見て、最終的な買い目はブログの方に書きたいと思っております。で、私のブログはツイッターをフォローしていただくと、ブログが上がればツイッターが上がるようになっておりますので、ツイッターの ID を概要欄に記載しておきます。そちらの方も参考にしてみてください。じゃあ2021年中山記念の予想、こんな感じで終わります。参考にしてみてください。じゃあまたねー。